岡田義雄は、日本の医学者、医師。医界は位、十三味。君党は、国党。大阪大学名誉教授、文化功労者、文化組章受賞者。大阪大学微生物病研究所教授、大阪大学細胞工学、センターセンター長、財団法人千里とライフサイエンス、振興財団理事長などを歴任した。 広島県呉市出身の細胞生物学者である。バイオテクノロジーの基本技術である細胞融合現象を発見した細胞工学のバイオニアとして知られている大阪大学名誉教授大阪大学微生物病研究所女子となった後の1955年ウイルスを癌細胞に注射したところ見たこともない巨大細胞ができた。生物の細胞は互いに 細胞膜で隔てられ、受精などを除いて、合体はありえないという生物学の常識を覆す、大発見の瞬間だった。細胞をウイルス感染によって融合させるという手法に用いた、このウイルスは、アメリカへの移送元である、東北大学にちなみ、仙台ウイルス、あるいは、HVJ として世界に知られている。 1957年に発表した細胞融合に関する世界初の論文は、欧米で大きな反響を呼び画期的大発見と最高の評価が下された。これ以後、人間とネズミとの細胞融合をはじめ、いろいろな組み合わせの融合ができることがわかり、細胞レベルでの遺伝学やウイルスによる発言の研究が飛躍的に進展した。 また2種類の細胞の性質が混じった細胞を作る方法は遺伝子組み換えなどとともにバイオテクノロジーの柱の一つになった。新薬や医療技術の開発、新しい植物の開発、農作物の品種改良、有用微生物の改良など様々な分野で利用されている。生命科学や基礎医学の発展に及ぼした影響は計り知れない。近年、 万能細胞として脚光を浴びる山中晋也京都大学教授の人工多能性幹細胞もこの系譜上にあると言える。岡田は現代のバイオテクノロジーの発展につながる先駆者となったが当時の国内ではその意義を理解する人は少なく環境の整った欧米で研究は花開き生命科学の発展につながっていった。岡田はその後も細胞外融合反応。 体細胞の遺伝学的研究、体細胞の細胞工学的研究を進め、バイオサイエンス、バイオテクノロジーの発展に寄与した。大阪大学内に生命科学研究の拠点となる、細胞工学センターの設立に尽力し、初代所長を務め多くの優秀な人材を育てた。不器用だが実直で、温かい人柄をしたい、体感後も相談に訪れる研究者は後を、 立たなかった。その他、日本細胞生物学会長、文部省学術審議会委員等の要職を務めた。ありがとうございます。